が、ファットワークレーススカートです。品番が M の3603です。お色が、オフホワイト、オレンジ、ブルーの3色展開です。私がオフホワイトを見てて、ブルーとオレンジの3色展開になっております。でこちらお値段が、3280円です。はい。で、こちらも春服談義イベント対象で、3月8日火曜日の17時59分まで送料無料の特別価格になります。はい。じゃあポイントをお伝えします。うん、あ、可愛いスカート、スニーカー合わせ変ですか？全然変じゃないです。もう私はスニー、こういうパンチングレースのスカートにスニーカー合わせは本当に合うと思うので、ぜひしてほしいです。で、まあこのスカートなんですけど、切り替えが膝上、私で膝上ですねぐらいで、ちょっとこう切り替えになっててふわってなってるので、シルエットがちょっとこうマーメイドまではいかない、マーメイドか、この切り替えがあってふわってなってマーメイドシルエットっていう感じです。でもこの腰回りとかは結構比較的広めにとってあるので、そんなにピターってなってるタイプのマーメイドではないかなと思います。はい。なのでなんかそんなにふわっと広がりすぎず、でもタイトすぎずで、すごいシルエットも綺麗なので、うん、合わせていただきやすいスカートかなと思います。でウエストゴムで結構伸び伸び、これぐらいまで全部ゴムです。伸びます。うん。で、まあ、パンチングレースなのでお見せすると、こういう感じの可愛い、私ほんとパンチングレースめっちゃ好きなんです。こういう感じの生地感で、本当にコットンって感じの素材感です。すごく可愛い、こういう感じになります。はい。うん。足さばき余裕かな。あのね、私は膝上ぐらい、まあ、私で結構膝上5センチぐらいのところで切り替えになってるので、あの全然あの余裕です。だから多分私より5センチぐらい身長低い人でも足さばきは多分問題ないかなと思ってて、ここはでも意外と広いので限界まで行ってもこれぐらいは広がります大丈夫。だから大股で歩いても全然突っかかる感じはないので、マーメイドです。全然大丈夫です。あと、まあ生地はそんなに伸縮性とかはないんですけど、あの幅はしっかり取ってあるものになるので大丈夫かなと思います。うん。ワンピの下に来て足元にレース見えたら可愛いだろうな。うわ、めっちゃ可愛いと思います。あと、あの私ちょっと個人的にしたかったコーデがあって、これの時になんか今とかあったらこのジージャンをとかこう下に来たらめっちゃ可愛いのではと思って、今日はこれ着てきたやつですけど、なんかこんな感じでこうもうダランって着てしまってもありかなと思います。だからジージャンとこういうレースとかの相性がもう本当にいいので、これはデニムシャツですけど、あのもしデニム系お持ちの方はこの感じのスカート、黒のスカートと合わせていただくのすごいおすすめです。はい。このデニムシャツはレタスなんですけど多分完売しております。すいません、今日私服で着てきたので合わせたくて、計1106という品番になります。そう、カジュアルダウンもしちゃって着ていただくのが結構好きですね、これほらもう絶対着ると思ったら、そりゃ着ますよ。この合わせはだって可愛いですもん。誰が見てもかわいい。なんかちょっと誰見てもっていう、髪の毛をくったりしてもありかなと。そうですね、カジュアルにすると着やすそうというコメントもいただいてるんですけど、あの本当にカジュアル要素たっぷりなスウェットとか、あとあのパーカー、
合わせとかしても可愛いと思います。私はなんかめっちゃ変な感じ、私はちょっとかっこいい感じのアイテムと合わせましたが、カジュアルなスウェットとかと合わせたらめっちゃ可愛いだろうなって思ってます。スウェットあるかな、ちょっとしてきてみよう。あとスニーカー合わせの質問あったのでちょっと合わせてみますね。スニーカーちょっとデニムジャツの再販はちょっとわからないです、すみません。オレンジはちょっとカクテルに着せますね。ジレとかも絶対可愛いと思うので、また後でできたらやります。今日ちょっとハクちゃんがすごく動画がなんですけど。
しょう。ボーダーにブルー合わせるのも可愛いと思うんですよ。こんな感じでこれレースだけど、なんか意外と素材としては喧嘩せずして着れそうな気が、そうマリン、そうそうマリンっぽい感じ、そうなんですよ。で着たら可愛いのではと思ってブルーにこんな感じも可愛いと思います。オレンジも可愛いです。オレンジにボーダーもありだと思います。私は可愛いと思います。こんな感じ、まあ、ボーダーって万能ですね。そう思うと、あとこのパンチング系のレースのいいところはなんか甘くなりすぎないですし、しっかり両色なので、なんか普通にこういうボーダーとか柄物を意外と持ってきても、あの合わせやすいというのがいいかなと思います。はい、じゃあこんな感じで次が靴いこうと思うんですけど、なんかせっかくなのでこのワンピース着ながら靴いろいろ履こうかなと思います。